外の世界は素晴らしいよ。君も素晴らしい人間だ。だから外に、だから外に出てごらん。大丈夫だよ。でもしばらく経つと言うことが180度変わっちゃう。外の世界は甘くない。君は努力が足りないぜ、足りないぜ。そして奴隷みたいに毎日毎日底辺で働かされる。成功をした人が、成功をした人が輝いて見えるけど、絶対絶対絶対ああはなれないし勝てない。どこが素晴らしい世界なんだ、どこが素晴らしい世界なんだ、どこが素晴らしい世界なんだ。これじゃただの奴隷じゃんか。どこが素晴らしい世界なんだ、どこが素晴らしい世界なんだ。引きこもってた方が幸せだったな、幸せだったな。そしてまた引きこもった。そしてしばらくするとまたあいつらがやってきて。外の世界は素晴らしいよ。君も本当は素晴らしい人間なんだって。じゃらじゃら、私みたいになりなさいよ。って言ってたけど、もう僕は、もう僕は死体になってた、もう僕は死体になってた、もう僕は死体になってた。もうこんな世界戻らない、はい。